ばい。へい、すいません。お大事に。すいません。雨の、花粉症まつりちゃん。花粉症。うわ、最高。いや、最悪なんだけど。じゃあ、なんかさ、違うよね、とさ、仲いい人に花粉症の人一人もいないんだよね。あ、そうなん？そう、だからさ、花粉症の人見つけるとマジで嬉しくなるよ。わっちゃんとか花粉症みたいな顔してるけど。いや、なんかな、あの人、見せかけて意外とそうじゃないんよな。そうなんだ。そう、ぶってるだけなんだ。ぶってすらないだろうけど。ぶってるだけやな。勝手にね、こっち側を持ってるだけで。そう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 。そうなんだ。花粉症っぽい顔してんのにね。ね、かつて鼻水やばいみたいな。そうそう、うち花粉症やばいとか言って、うち絶対花粉症やわとか言って。おばちゃん可愛いよな。可愛いかな。大好きなんだけど。いや、でもまあ確かにまつりちゃんめちゃめちゃ好きよな。わっさ、めちゃめちゃ好き。あの、自分の命より好き。やばいやばいやばい、怖いよ。でもその感情ないんよな。わっさ、その感情はないんだ。その感情ない。おわっちゃんさえいればもう何でもいい。やばい。おわっちゃんが、まつりが死んだらわっちゃんが助かるんだったら死ぬ。そんなに大好き。まあでもあるよね、うん、じゃあ無人島に一つ持ってくとしたらワッチャンってこと？うん、持ってかない。そんな無人島という過酷な場所にワッチャンを連れていけない。ほほあいやん、もう。ちゃんとなんか介護やん、ちゃんと。好き、医療処置を施す。確かに。あと無人島にワッチャン連れてても何の役にも。いや、まあ確かに立たない。立たない、マジで立たないよ。うち釣りしてこるわとか言って絶対一匹も釣って帰ってこれないからね。なんか今日無理やったとか言って、うん、あ、でもコツつかんだから明日から行けるでとか言って絶対釣ってこないから。わかるからな、もう、うん、うちこういうのガチ得意とか言って言ってそう。、うん。